和牛の霜降り肉のような見事なサシが入っているのは長須クジラの肉です。その味は。では人生初のクジラ肉いただきます。赤身肉ではあるんですけど、脂の甘さも少し感じますね。口の中で本当にとろけます。すごく美味しいです。絶品のクジラの肉を水揚げしたのは、全長およそ112メートル、総トン数9299トンの捕鯨母船、寒鯨丸です。今年から商業捕鯨での捕獲が再開した長須クジラなど、70トン級の大型クジラを船内に引き揚げることができ、そのまま解体し、冷凍保管できる最新設備を備えています。水揚げされ、明日札幌市の中央卸売市場に並ぶのは、根室沖で捕獲された長須クジラだといいます。クジラのかぶり物で登場した寒鯨丸を所有する共同船舶の社長は、クジラの肉の品質に大きな自信を見せます。国産で取った長須の生肉、初めて日本で食べられる生肉でございますので、ぜひですね、ご賞味いただきたいと思います。日本初の試みとして、長須クジラの肉を冷凍せず生のまま流通させるといいます。その狙いは。北海道の皆様にもですね、クジラの美味しさを十分に知っていただいて、クジラの需要を喚起していただければと。今から60年ほど前、クジラの肉は国内で最も食べられていた肉でしたが、今ではゼロ。統計に現れないほど少なく、国民1人当たりおよそ16グラムという数字です。商業捕鯨の再開から6年、生で流通する長須クジラの肉が、低迷するクジラ肉の消費拡大につながるんでしょうか。関係者は大きな期待を寄せています。